戻ってていいですよね、俺バスに。あーやばいわ、これ。土田さん、あれ、あらやだ、あらやだ、あらやだじゃない。おい、ちょっと待ってくれよ。あらやだじゃないよ。土田さんと澤部さんがいらっしゃるんですか。逆に何でお前たち二人ここにいるんだよ。いや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 、なんかあの、ワンちゃんのもの見に来たいなって思って。そうなんです、飼ってるので。そうか、二人は飼ってるのか。はい、猫。違うだろう、TMC から来たんだろう、バスに。そうか。今日何しに来てたんですか。ちょっと土田さん、今のは良くないですか。何ですか今の。おいおい、ポンコツ、ポンコツキャプテンのことは撮ってましたよ今。撮ってたね、これで多分。何が撮ってたね。何も撮ってないよ。菅井が台本出して確認してましたよ。ほら、めっちゃ確認して。ちょっと撮ってください。これ撮ってください。何もないよ。撮ってみてください。菅井はずっと子犬のワンちゃん見てたんで。めちゃくちゃシワシワの台本出して今日ロケしてるなんて全然知らなかったです。ポンコツすぎるって。ではここでも商品をかけてゲーム対決。行うのはその名も澤部クイズ。ある澤部に関する質問に対し本人と同じ回答ができればミニ澤部賞ゲットです。さてその問題は。澤部さんが最近奥さんに言われて嬉しかった一言は何でしょう。嬉しかった一言。じゃあ澤部さんに先にね、あの正解を書いていただきましょう。最近言われて嬉しかった奥さんに言われて嬉しかったことですよ。いや、きっとラブラブだからな、ね。あ、なるほどね。まあこれはシンプルに一番嬉しいんじゃないかってことですね。はい、なんだ。さあ、見た目的なものですか。見た目とかじゃないですね。例えばほら、例えば専業主婦だったらさ、いつも家事ありがとねって言われたら嬉しいでしょ。土田さん土田さん、なんだろう。でも安心してください、はい、なんせ奴らポンコツですから。こんだけのヒントを出してるのに何にも。確かにこの2人ならマジで外すな、うん。これも本当に結構しっかり一緒じゃないとダメですからね。え、本当ですか。うん。見ちゃってるじゃん菅井と佐藤も見ちゃってるじゃん。あ、分かったかもしれない。分かったかもしれない。さあ、じゃあ答え一斉に出しましょうか。いきますよ、一斉にどうぞ。いつもお仕事お疲れ様です。いつもお仕事お疲れ様です。いつもお仕事お疲れ様です。ね、すごい本当に。なんだこれは。茶番中の茶番で2人はミニ澤部賞をゲット。そう、ね、なるほど、そうか。その手があるか。どういうことですか。いるじゃん。え、いる。え、何ですか。芝居下手な子たちがですよ。芝居下手な子たちが。そんなバカな。あれ、あれ、あ、そうか。じゃあ長澤君と待ち合わせしたの。あ、そうなのか。くそ、教えてくるんですか。土田さん、え、あいつから台本だけ取ってください。ちょっとずっと膝に置いて見てますわ。本当どこまでついてくるんですか。本当お前もう、お前カメラ止まったらビンタだから。音読してるだけだろ。